私がこのチャンネルを作ってずっとやりたいと思ってた、あの企画です、うん。まだまだ知らない魅力もあるかもしれないし、その魅力を皆さんにもお伝えしたい、全部回るという企画をやっていきたいと思います。佐賀県、ルーレットドライブ多分ならドンくんにちょっと場所を決めてもらおうかなと思って。ドン任せですね。はい、ドン任せ。ちゃんとね、厳正なる審査をね。有田町。と青木里奈のチャンネル、イエーイ。さあ、やってきました、はい、佐賀県ルーレットドライブルードレのお時間でございます。はい、さあ今日はですね、有田町に向かっているところで向かってます。はい、何するか決まってないんで。そうですね、ちょっとちょっと止まって、はい、ルーレット引いていきたいと思います。はい、ちょっとあのコンビニに行けようかな。はい、はい、まあ端的に言うと録画されておりませんでした。すいません。でも、先ほどですね、はい、コンビニに泊まりまして、ルーレットを回しまして、はい、でちょっとねお話をね、ちょっとしてたんですけども、全部取れてませんでした。はい、まあ、一応ねあのルーレット回し直そうかなとも思ったんですけど、違ったのが出るとまた変なんで、ね、スポットでした。スポットでした。はい。イエーイ、はい、結構これぐらい盛り上がもっと盛り上がってました。いや全然2回目なんでね。スポットでしたってなってました、はい、スポットなんですけど、はい、まあ、どこに行こうかって話もまあさっきしたんですけど、次有田に行きますっていうのをね、はい、ラジオでお話ししたんですよね。そう、うん、YouTube を見ていただいた方がメッセージくれたんですよね。そうなんで、リスナーの皆さんもちょっとねいろいろ教えてくださったりとかして、有田に住んでるって方が多かったりとかね、うん、有田ゆかりの方が多かったんで、そういった方がこうおすすめスポットをいくつか送ってくれたんですけど、はい、まあ、それはいろいろねご飯とか、うんうん、お土産とかスポットいろいろあったんだけど、ね、今回スポットってことなんで、まあいろいろあるよね有田ってね。なんかいや本当ありますよ。地元が武雄で武雄高校なんで、はいはい、有田から来てる子って多かったんですよ、うん、でそういった子がなんか窯元の子だったり、人間国宝になった方のお孫さんだったりとか、知らずにさ、そのおじいちゃんのことをめっちゃあだ名で呼んだりしてたんだけどでもすごい言ってんのをさ、やっぱどんどん知っていくじゃん、はいはい、大人になって、ね、なんてことだと思うぐらい、まあ、結構私の周りにその有田焼きにこう関係のある方は多かった、うんうん、今もいるし、あの有田陶器市の時忙しくなってる方とか、あ、やっぱね近所の方と手伝いもあったりとか、ね、家族でっていうのもあるからね。今年はねなかったですけどね。そうだね、だった。でもオンラインでしたっけ？うんうん、オンラインやってたね。やったりとかで、まあいろいろすごく工夫されてね、うん、やってますけど。私はあのほら有田ってあれじゃん、あのビニールのさ、コロナの飛沫防止のビニールあるじゃないですか、レジ前の、うんうんうん、あれのほらアートを描いて、うん、一躍有名になったというか。はいはいはい、へえ。でもね、あの有田セラとかもね、おしゃれなカフェとかもあるじゃないですか。ある、なんかめっちゃおしゃれ。ね。まあいろいろあるんですけど、はい、まあ、今回はそのリスナーの方からお寄せいただきました意見を参考にですね、はい、ワンちゃんも行けて、はい、スポットの場所、うん、といえば有田ポーセリンパーク。ではでは有田ポーセリンパークへレッツゴー。マルケイの看板がとんでもなく出だしたら有田に入ってきたなって感じがします。確かにね。行ったことあります？ありますよ、私。結構すごいよね。すごいいっぱい器がある、ね、本当にもう毎日が陶器市みたいな感じめっちゃトンネル良くない？好きなんよね。来た、この右手だーん。あー、ほら、いいね、煙突とか映ってる、ここら辺が有田陶器市の、まあ、会場のメインのエリアですね。そうですね。しました。到着しました。今日はちょっとあの平日
もう真平日の、真平日、真平日のもう真昼間ですから、はい、あの貸し切り状態ですよ。そうですね、ここまだ見えないんじゃない、からの、おー来たよ、来た感じあるっしょ半分出てるっていうの出てますよ、どうさん、長いんだね、この人ね。これあったっけ、パート新しくない、そうね、私見たことなかった。わー、ツインガー宮殿、これですね、18世紀初頭のバロック建築の花と言われたね、はい、あの宮殿をイメージして作られているツインガー宮殿。ほうほう、私は何度もロケでこの台本を読んでいますので、はい、覚えております。18世紀初頭、はい、ドイツ、はい、バロック建築の花と言われたツインガー宮殿。いや、いいね。いいよ。この橋とかたまらんね。はい、ロージェリーパーク名物がありますので見てください。はい、カモです。ご覧ください、カモです。優雅にカモが過ごしておられます。あ、でもこれ雰囲気あるよね。すごいよね、草刈り作業が今日は、整備もされてますよ、ちゃんと。すごいね、そう考えるとね、この広さも ね。そしてこの中っていうか、はいはい、宮殿の中なんですけど、左右行ってもらっていいですか、今日お休みですけど、展示室が、はいはい、観覧車のね、そうそう、で、ここであの博物館ですから、すごい壺とかが見える。おー、なるほど。そう、怒ってはいるね。どう、いい感じ。そうだね、ドン君が一番近いかもしれない、顔が。そうだね。おお、すごい。これさ、もう一つ一つ見ると本当にすごいね。ね。あ、すごい綺麗ね。綺麗に。わあ。やるか。うわー。すごい。すごい。わあ。これがあってからのこうですからね。なんかアリスの庭みたいな。確かに。バーって言ってると思いますけど、すごいね、これ大変だね、こうやってさ、あの整備してるとこなんて見ないじゃん、手作業なんだよこれ。すごいね、衝撃的だよね、大変だよ。うわ、すごい風景、すごいね、後ろすごい、青空がすごい綺麗で、ちょっと奥の方まで行きましょう。はい、はい、ドン君は似合うね、ここ似合いだよ。よく考えたら君は欧米だもん ね。あっちいね、しかしね、似合うわその感じ。水飲みます。へえ。そう、これがね、秋になるとコスモスの時期はもう本当にコスモスが綺麗に咲いて、めちゃくちゃ綺麗なの。またこっちも公園がね、広がってますね。で、登り窯があります。あ、あれ登り窯なんだ。おっととです。ワンちゃん用おっととね、これはあの我が家のアネムがですね、大好きで、ちょっとあのドンクも好きなのかなと、お裾分けで持ってきました。小道が結構いろいろあってさ、うん、あの散歩にすごくうってつけの場所。いいですね。あ、来た。これです。ご覧くださいませ。じゃじゃーん。すごいね。登り窯。これもう奥の方までずっと続いてるんですよ。で、焼くっていう。この登り窯は、当祖李三平が最初に磁器を焼いたとも言われる
日本磁器創世記の窯天狗谷窯跡を元に再現しました。すごいよね、広い。でこっち側も公園になってて、ちょっと絶景的なとこなんで行きませんか。行きますよ、はい、この端っこが見ると、ドドーンと。これダムかな。ダムかな。全部綺麗だよ。ということでね、ぐるっと回ってくると、うん、これ有田焼工房っていう場所がありまして、はいはい、ここです。はい、ここで、うん、有田焼の絵付けとかろくろ体験とかができるんですけど、うんうん、ここでね、はい、すイエんさん、あ、そうですそうです、撮影をしましたよね。ステージ役やってましたけど、はい、思い出の場所ですよね。そしてこっち行くとメルヘンゾーン、あの宮殿城下町というか、はい、このコスプレイヤーさんの聖地みたいになってるじゃん、ここが、はい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 、意味わかるよね。よくさ、こういうなんか古い町並みを作ってるところあるじゃないですか、はいはいはい、宮殿加工っていうか、じゃなくてリアルにちょっと古くなってた、はい、ヨーロッパの田舎町に来てるような、そんな感じしますよね。白雪姫の井戸みたいな、そして振り返るとハリーポッターに出てくる公衆電話っぽいやつ陶器ならではの風鈴の音がするんですよ。あのカンカンカンってね、なんかね、チンとカンの間みたいなね。さあ、私がね、見せたかったもの、はい、目の前にございます。ではお振り返りください。こちら、うわ、チェスの駒。チェスの駒なんですよ。陶器なの。そう、有田焼で作られたチェスの駒。陶器って古くなんないよね。なんないね、なんか ね、この色もこれがほらならではでしょ、多分有田ブルーね、うん、トーンとナイトですか。だいぶ差し迫った勝負、ね、差し迫ってますね、これね。キングがいない中、分かった、キングいないじゃん。キングいない、バイキングがいるから。ドイツ感溢れてるね、この街がね。そうね、その宮殿だけじゃなくてね、うん、ほら、また後ろ姿だけで見たらって思う、ね、どこ来たのみたいな ね、ちょっとした海外旅行気分ですね。いや、楽しかったですね、うん、このポーセリンパークの中に胸マス酒造さんもありまして、うん、ほら、これ、ね、そう、胸の中にお酒もいっぱいあるんですけれども、ほんといっぱいあるんですよ。今日は休みです、ね、お休みですね。何より私が今日ちょっと楽しみにしてたのは、はい、じゃじゃん、甘酒ソフト、ノンアルコールの甘酒ソフトなんで、うん、私たちの代わりに食べてください。空いてる日に来て。すごい雲ですね、ちょっと雨降ってきた。さあ、ということで今回はですね、有田ポーセリンパークにやってまいりました、はい、まあ、ワンちゃんも一緒に入れて、うん、ワンちゃんも歩きながら楽しめるっていうことでね、うんうん、あの皆さんにも多分楽しんでいただけるような場所だと思いますし、はい、お土産なんかもねありますからね、うんうん、こちらでちょっとまあ結構ゆっくり楽しめるんじゃないかなと。そうですね、まあ、ご飯も食べるとこもありますし、ね、そうそう、で絵付けとかもね、うん、あのろくろで体験とか、まあ、夏休みの、まあ、思い出というか、ぜひね、地元の方にまた改めて有田焼とか、うん、この地元の魅力を発見するのにいいのかなと思いますんで、はい、ぜひ遊びに来てみてください。今日はあのちなみに本当に本当にお客さんにお会いすることなかったんで、マスクせずにお送りさせていただきましたけれども、はい、あのもちろん気をつけて撮影してますんで、うん、ご安心くださいませ、はい、さあ、というわけで以上、佐賀県ルーレットドライブ有田編でした。トークお疲れ。グロン、はい、ということで今日はお家でルーレット回していきたいと思います。早速、はい、ノンコルーレットスタート。はい、ということで次は竹雄です。この動画がいいなと思った方、またどこ行ってほしいなとかいろいろある方も、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。暑かったですね。